それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはルコルセール、大聖サムソン。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してルコルセール花に立ちます。その後ろからは大聖サムソン、この馬も上がっていく構えです。ロードブレス、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはペプチドナイル、その後ろからは大聖サムソン、その隣にルコルセール。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。これに続いてアシャカトブ、すぐ後ろにワールドパキオ、黒の帽子ファルコニア、その後ろ、これに続くのがベレヌス、オーソリリー、そのうちに続いています。その外にシルトプレ、内からはノッシュローブ、並んで10番カフジオクタゴン、並んで7番ロードブレス、前はペプチドナイル、2番手はルコルセール、間を挟んでワールドパキオ、3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はペプチドナイル、離れてルコルセール、その外からはワールドパキオ、並んで大聖サムソン、その隣からはペインシャ S、 ペプチドナイル先頭、後続とは3馬身以上の差。これはセーフティーリードか。2番手はワールドパキオ、とてつもない強さ、ペプチドナイル強い強い、ペプチドナイル圧勝ゴールイン。2着はワールドタキオン、3着にオーソリティ、ペプチドナイル見事このレースを制しました。スタートしました。ペプチドナイル好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくペプチドナイル行きました。続いて前へ行くのは大聖サムソン、さらにはベレヌス、13番アシャカトブ、その後ろペプチドナイル、先手を取りました。少し開いてワールドタキオ、その隣にペイシャ S、 すぐ後ろにファルコニア、緑の帽子シルトプレ、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。並んで12番ルコルセール、内からはノッシュローブ、並んで5番オーソリディ、その外にカフジオクタゴン、並んで7番ロードブレス、しんがりから赤風、各馬砂煙を上げてかけていきます。さて先頭を見てみましょう。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として3番ペプチドナイル、2番手はベレヌス、間を挟んで大聖サムソン、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はペプチドナイル、離れて大聖サムソン、短い直線に入って後続は届くかどうか。ペプチドナイル先頭、外から勢いよく大聖サムソン先頭、2番手はペプチドナイル、大聖サムソン先頭だ、大聖サムソン1着、2着はペプチドナイル、大聖サムソン見事このレースを制しました。スタートしました。ルコルセール、これはいいスタートを切りました。大聖サムソン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく大聖サムソン行きました。続いて前へ行くのはルコルセール、ロードブレス、どうやら後方からの競馬。それでは先頭から、先手を取ったのはペプチドナイル、シルトプレ、すぐ後ろ、その隣に大聖サムソン、これに続いてルコルセール、すぐ後ろにベレヌス、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。アシャカトブ上がっていきました。すぐ後ろにファルコニア、ペイシャ S、 そのうちに続いています。青の帽子オソリディ、その後ろロードブレス、それに続きます。並んで4番ワールドパキオ、すぐ後ろにノッシュローブ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。大聖サムソン、2番手はペプチドナイル、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は大聖サムソン、間が空いてベレヌス、離れてペイシャ S、 その外からはルコルセール、内からはワールドパキオ、短い直線に入って後続は届くかどうか。大聖サムソン先頭、内から赤風先頭、2番手はペプチドナイル、赤風1着、2着はペプチドナイル、3着にカフジオクタゴン、勝ったのは赤風、このレースを制したのは赤風。スタートしました。勢いよく飛び出したのはルコルセール、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくルコルセール行きました。続いて前へ行くのはペプチドナイル、さらには大聖サムソン、14番ベレヌス、
その後ろ、先手を取ったのはヘプチドナイル、少し間が空いてアサカトル、内からはワールドパキオ、並んで2番ファルコニア、ここにつけたのがペイシャ S。 この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その外にシルトプレ、ロッシュローブ、すぐ後ろ青の帽子オーソリディ、その後ろ、その外からカフジオクタゴン、これに続くのが赤風、最後方にロードブレス、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として3番ペプチドナイル、2番手はベレヌス、ルコルセール3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はペプチドナイル、その外からはベレヌス、その隣からは大聖サムソン、離れてアサカト、短い直線に入って後続は届くかどうか。さあ先頭に立ったのはワールドタキオン、2番手はハイセイサムソン、ワールドタキオン差を広げる、ワールドタキオン1着、ワールドタキオン完勝、2着はハイセイサムソン、3着に赤風、勝ったのはワールドタキオン、このレースを制したのはワールドタキオン。スタートしました。勢いよく飛び出したのはワールドパキオン、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくワールドパキオン行きました。続いて前へ行くのはベレヌス、さらにはペプチドナイル、13番アサカトル、その後ろ、先手を取ったのはペプチドナイル、ハイセイサムソン、それに続きます。その後ろからはシルトプレ、内からはペイシャ S、その隣にファルコニア、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。すぐ後ろにルコルセール、オソリディ、そのうちに続いています。並んで8番ロッシュローブ、カフジオクタゴン、この馬もこのグループ、これに続くのが赤風、しんがりからロードブレス、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はペプチドナイル、2番手はアサカト、間を挟んでワールドパキオン、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はペプチドナイル、アサカト続いています。離れて赤風、離れて海星サムソン、さあ直線に入りました。ここの直線は短い、ペプチドナイル先頭、外から追い上げてくるルコルセール、ルコルセール抜けた、2番手はアサカトグ、ルコルセールゴールイン、2着にはどうやらアサカトグ、勝ったのはルコルセール、このレースを制したのはルコルセール。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ルコルセール前に行きそうです。ペプチドナイル、それに続いています。さらにはベレヌス、11番ハイセイサムソン、その後ろペプチドナイル、先手を取りました。間が空いてワールドパキオ、その隣にファルコニア、白の帽子ペイシャ S、 その後ろ、その外にシルトプレ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、アシャカトブ上がっていきました。少し間が空いてオーソリディ、その外からロッシュローブ、並んで6番赤風、その外にカフジオクタゴン、最後方にロードブレス、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてペプチドナイル、ハイセイサムソン、ほとんど差がありません。間を挟んでシルトプレ、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はハイセイサムソン、離れてペプチドナイル、間が空いてルコルセール、さあ直線に入りました。ここの直線は短い、ハイセイサムソン先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい、大外から一気にカフジオクタゴン、赤風、カフジオクタゴン、赤風1着、2着はカフジオクタゴン、3着にハイセイサムソン、勝ったのは赤風、このレースを制したのは赤風。スタートしました。ポンと飛び出したのはベレヌス、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してベレヌス花に立ちます。その後ろからはハイセイサムソン、この馬も上がっていく構えです。ロードブレス、どうやら後方からの競馬、先頭に戻りましょう。先手を取ったのはペプチドナイル、ベレヌス、それに続いています。並んで11番ハイセイサムソン、ペイシャ S、 すぐ後ろ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その外にアサカトブ、内からはワールドパキオ、緑の帽子シルトプレ、その後ろ、この位置にルコルセール、この集団にロッシュローブ、その隣にファルコニア、すぐ後ろにオソリディ、並んで10番カフジオクタゴン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてペプチドナイル、ペプチドナイル、さらにリードを広げました。2番手はベレヌス、ワールドパキオ3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はペプチドナイル、離れてアサカト、さあ直線に入りました。ここの直線は短い、ペプチドナイル先頭、後続との差は3馬身以上、
このリードを保てるか。2番手は赤風ペプチドナイル、ゴーリン。2着は赤風、3着にルコルセール。勝ったのはペプチドナイル。このレースを制したのはペプチドナイル。